今見る映画、水俣。ハリウッドスター共演で最も地味な役。今だから見なくてはいけない映画。本当にジョニー・デップなのか。大変な問題作なので全く知らなかった、宣伝できなかった映画だと想像されます。事実に基づいた映画だけど、日本では撮影していないかできなかったのだろう。題名でもわかるように大変重苦しい話なので、今の日本を思うと重なってしまう。ジョニー・デップが制作主演を務めた作品。現在、福島原発処理水の排出問題のど真ん中、そして原因不明の急激な人口減少の始まりの時、なぜジョニー・デップは水俣に関心を注いだのだろうか。ユージン・スミスというアメリカの報道写真家役、沖縄の悲惨な写真を撮り、怪我を負い、心も体もガタガタだったカメラマン。実際、叫びたりのジジイがある女性によって水俣へ。アマゾンプライムで見れます。覚悟して見てください。